おはようございます。秋の月23日やっていきましょう。今日は特に何もない日ですね。さあ黄金よ、残っていてくれ。残ってる？残ってるな。なんかこの状態になると割と枯れにくい気がするな。気のせいなのか。一気にまとめて枯れる前振りとかじゃないよなこれ。おはようございます。秋の月24日でやっていきましょう。さあ今日も特に何もありませんね。明日料理祭ですが、まあそれまでは特に準備することもないですしね。さあでは今日は一個やりたいことがある。組み立てるでいろいろありますよね。この辺の作ったアイテムもあれなんですよね、出荷対象ですから、この辺をいっぱい出荷することによって種類をね、それで種類を稼ぐことによって、君いっぱいいろんなアイテム出荷してるねっていう風に認められて、新しい貿易先増えるのではないか疑惑。素材がいっぱいある状態でやりたいので、これまでじっと我慢していましたが限界だね。ここで行くよ。ちょっと石材が全然足りていないんですが。うそやん、俺石材毎日のように結構買ってたつもりなんだけどな。これでも足らんのだな。かなりたくさん作りましたが、うん、とりあえず出荷してみようか。これで明日来てくれるんだったらいいんだけど、いや明日は来ないかさすがに。これで数が足りてるんだったら来るとしたら明後日26日かな。ちょっとそれに期待しておきましょう。いや長かった。まとめて作るだけでも結構大変だね。さて問題はこちらだな。どうなっているんだい？どうなっているんだい？お、枯れてない。とりあえずは一安心なんだけど。怖いよもう。今日は枯れているのか？枯れていないのか？そんなことを確認しながら、ヒヤヒヤしながら、ビニールハウスを覗きに来るってな。水を与えすぎないようにね。かといって与え、ってなさすぎるのも良くないと思うから、 100% ぐらいでぴったりとね、丁寧に水やりをしていきましょう。それが正解かどうかはわからないけど。オネガムとか鈴とかで遊んであげてないんだけど、その割には仲良しで上がってるよな。やはり中堅の像の効果は高いな。お、ちょっと待て、チャテと、お前一匹で鳥ウサギ小屋賄えるようになったんだな。となると、ポテトを別の小屋に担当をしてもらうのもありだな。馬がいる方の小屋ってあれ7匹か。あっちがちょうど良くなるな。じゃ、羊毛担当に変えようかな。これお手伝い変えるの毎回間違えそうになるんだけど。動物。あ？あれ動物放牧って。担当の小屋とかって決めないんだったっけ？え、これもしかして、際限なく増えていく感じ？放牧できるマックスが、例えば、20匹とかになったら、小屋2つまたがっててもやってくれたりするんかな？もしそういうのあるんだったら面白いよね。ということは、まだまだ成長している。伸びしろがある。すごいな、ペットたち。お、これは、小麦ついに完成したか。ついに完成したようだな。収穫状態の作物に使っても意味がない。お墨付きをいただいたところで。ちょっと待ってな。釜じゃない可能性も一旦は確認しておけ。まあ、十中八九釜なんだろうけどな、小麦なんだから。でもそれで失敗してしまった事件があるからな。俺は忘れんぞ。さあ、ところで小麦くんはどれぐらいいったかな。新鮮小麦。3.5。やったね。これワンチャンこっから5あるかな。5いかなくても 4.5 ぐらいまで上がるんじゃないかな。素晴らしいですね。まあ、全部、苗に戻しちゃってもいいかもね。小麦の場合は種か。全部種化して、もう一回植え直しても良さそうです。さあ、雨の貿易ステーションにやってまいりました。バラの国さん。あなたが俺の廃棄物を買ってくれる運命の人なんだね。出荷をする、廃棄物を出荷する。こちら今まで全然選んできませんでしたが、123種類あるってこと？全種類出そうぜ。
とりあえず売るために作ったんで、この辺はもう何も考えずに連打して売りまくりましょう。120種類増えるってことだからな。なかなか素晴らしいのでは？ん？ああ、置物の値段下がっちゃった。さすがにこんだけ出荷したら下がるか。でも値段なんて関係ないね。俺が気にしているのは出荷種類だからね。種類数だから。金額はどうだっていいのさ。まあ言うて金ならいっぱいあるしな。よし。とりあえずこれで単純計算で100種類ぐらい出荷した種類が増えました。これだけやれば、ねえ、なんだろう、あそこすげえなってならねえかな。期待だけはしておくよ。あとはダメ押しでお料理もね、出荷に回してもいいかなとは思うんですが、まあ本当はな、いろんな国が来ていて、値段が下がっても別の国でいいやっていう感じで出せるようにした方が良かったと思うんですが、置物に関してはめんどくさかったんで、一回でやっちゃいましたね。まだまだ全然足らないぞ。お料理もやるか。とりあえずわかんなくなりそうなんで、作れるやつはとりあえず、作れるだけ作って出荷に回していきます。お、サラダほぼほぼ全部作ったぞ。これはいいですね。よし、じゃあ今回はサラダ編ということにしようか。エンニオくん、いろいろ受け取ってほしいんだ。カブサラダ、マッシュポテト、キウイのナムル、オニオンスライス、カボチャサラダ、トマトサラダ、コーンサラダ、おひたし、さつまいもサラダ、大根サラダ、ごぼうサラダ、ミモザサラダ、サラダばっかりばっかりだな。まあ、サラダ系だけで作ってるからしょうがないんだけど。キムチ、ミックスサラダ、梅肉あえ、梅きゅうり、カプレーゼ、梅酢サラダ。いいね。かなり作りましたよ。なかなかいい感じじゃないかな。あとどんぐらい種類いるんだろうな。結構いろんなもの、端から端まで出荷したと思うんだけどな。足りないなんてことあるかな、これ。おはようございます。今日は料理祭の日だ。ということで、お料理作って持っていきましょう。結局いろいろ考えたけど、もう一回焼き芋で焼き料理のシルバーを狙うのが一番いいんじゃないのかなという結論に至りました。まあ、単純に焼き芋をすごい高いランクで売れたら楽しいよなって思っただけなんですけど、ここはせっかくだから新鮮さつまいもにシナモンまで入れて超高級焼き芋を作って持っていこう。焼き芋ができた。うん、レシピ通りだ。はい、夜焼きしましたけど、厄介になった。なんかいろいろ重なりすぎてよくわからないんだけど、これはどうなんだ。あ、デフォルトがシナモンになるのか。ってことでいいのかな。レシピ通りじゃないとなんかまた違った高級感ができたりするのかな。値段が上がってたり、見た目が変わってたりするわけではなさそうだけど、なんかこれによってお料理祭での評価が上がったりは、さすがにないかな。まあとりあえずこれを持っていきましょう。さあ、ちなみにお手紙が来ています。バラの国新商品。いろいろ、あれだな、出荷しまくったからな。これほどの人はなかなかいないぞ。見込みがあるねって、思われたかな。さあ、ビニールハウス。ああ、急に枯れるんじゃないよ。お、でも、ああ、まだ出来上がってないのか。これ身をつけただけなんだね。また3つ枯れた？なんか、一段階成長が進むごとに3つ枯れるみたいな感じになるのか、これ。くぅ。また枯れてしまったか。この感じで言うと、また釣り、身をつけるタイミングで3つぐらい枯れそうなんだよな。やっぱり水のやり方にそんな違いはなかったはずだから、ランダムってことっぽいな。本当に繊細なタッチだけで何とか回避できるんだったら、
俺のパーフェクトなテクニックを見ろ。どうです、一度もこの黄金さつまいもを枯らすことなく育て上げることに成功しましたよってできたかもしれないんですが、なさそうですね、こんな感じだと。ところでポテトはどこ行ったの？動物の放牧に苦戦しているだけなのか、それともどっか逃げてしまったのか。あれ、いないな。サボってんのか。サボってどこにいるの？どこに行ったかがわからないんだけど。ポテト、どこ行ったの？チャテとは仕事を終えて、めっちゃ下着顔だぞ。行ったー、ちょっと待って。あぶねえ、なんとか回収できたけど。こんなエリア判定のギリギリにいて、逃れよったってそうはいかんぞ。行ってこい。黄金のこっちの方に行くんだな。でもこれ動物小屋 B だよな。後から建てた小屋の方が優先されるんかな。明日になったら羊小屋の方に行くとかあるかな。おお、みんな出てきたぞ。いやでもこの辺狭いから、正直放牧させるとそれはそれでめんどくさいんだよな。まさかポテトはそのことを分かっていた。ご主人が困るかもしれないからわざとサボっていたのに、ご主人を理解できていなかったようだな。すまないな。さて、ちょっと詰まってない。あらー、これちょっと待って。前、前方に放牧できるだけの空間がなかったから詰まっちゃった感じがあるぞ。ポテト困ってない？これ。あ、これ完全に詰まると出てこられなくなるんだな。それは知らなかったよ。カモーン。ちょっと待って。なんかポテト固まってない？もう、僕にはどうしたらいいのかわからないわんって、なってたんでしょうね。もう仕事は終わったよ。あれ？あー、そういうことかこれ。小屋の前で他の牛がたむろしてるから、早く出て行ってくれ。でも牛の方も、いやー、出たいのは山々なんですけど、この辺狭くってねーって、困ってるってことか。誰も得しない状況になってんな。ってことはあれだな、放牧はお願いしない方がいいかもしんないな、動物に関しては。これからもチャテトと協力して、鶏の方を協力してやってもらうぐらいでいいかな。よーし、では、町行きましょうか。みんなお待ちかねの、焼き芋大会やっていくよ。エントリーする料理を決めてください。部門ごとに選べるんだよな。スープでもな、卵スープいい勝負出しそうだけどね。ここは焼き芋でいくよ。星5であれば優勝できるはず。まあ、焼き料理の中にグレードがあるとかで、焼き芋ごときが優勝できないよってなってたらわからないけど。でも料理にね、なんかそんな差はないと思うんだよね。焼き芋でエントリーしていただきます。よろしゅう。というか、年に一度料理祭の時にしか会えない、あの人とまた会えますね、これで。ちょっと一回しか会ってないから名前わかんないんだよな。このパイレーツ的な雰囲気の人。デザインはなかなか素敵な人なんだよな。あまりにもお話をしてないから言動とか、中の、ね、性格はいまいちよくわかってませんが。ナオミさん。餃子うまそうじゃないか。エレガンス。エビチリ。エビチリは焼き料理なのか？お、アンジェラさん。料理はカブのバター炒めです。身内だからかなんか呼び方がちょっと違わなくね？でも牧場の人じゃないからな。アンジェラさんとしか呼びはないのか。料理は焼き芋です。自らを焼いていく。ネーム堂で参加したのはアンジェラさん、あったかな？次に審査員をご紹介しましょう。料理研究家のサフランさんです。サフランさんか。サフランです。よろしく。どんな料理が出てくるか楽しみですわ。テンション高いな。去年もこんなんだったっけ？なんか審査してるときはなんかすごい機嫌そうな表情をしているというか、ムスッとしてた印象しかないんだけど。餃子をパクパク。まあ、専門の分野に関しては厳しくなってしまうタイプなのかな。おっと、微妙そうな顔をしている。まあ、味はいいんですが、もう一工夫あれば。的確なアドバイスをしてくれている。エビチリ。どうかな？ちょっと赤すぎる気がしますが、エビチリってこんなもんか。おっと、言葉に詰まっている。あれだね、決してまずいとは言わないな、この人。この人にまずいと言わせたら大したもんですよっていう感じなんじゃない？まあ、そこは狙うもんではないんでしょうけど。アンジェラさんに対してもこれ？
うんうん。ん、ふーん、ふーん。アンジェラさんは評価高いと思ったんだけどな。さあ、うちの焼き芋は胴体。芋を焼いただけですが、サフランがかかってるよ。お、音波が出た。これはいったんじゃない？なかなかいい味出しますわ。おう。て、こんな風になってたんだな。これはもらったでしょう。あの評価に厳しいサフランさんがこれだけの笑顔を出してくれている。音符を出してくれている。もらいましたね。今回の優勝者は？これグレードに関わらず参加者が強くなかったら意外と勝てたりするんかな。もう当たりもくちゃの今さん、おめでとうございます。やったぜ。対戦相手リスマラをしたら、割と 4.0 とかで、これのさらに上のランクまで優勝できたりするんかな。そういうチャレンジも面白そうではありますけど。2位はアンジェラさん、3位はカテリーナさん、4位はナオミさん。餃子もう一工夫って言われてたけど4位なんだな。後の人の方が美味しかったんだろうな。皆さんのご健闘を叩いたいと思います。でもなんか去年はみんな渋い顔されてた気がするからな。レベル高かったんじゃないかな。焼き炒め鍋部門優勝者の今さんこちらへどうぞ。そうか、炒め含むのか。だからエビチリは炒め料理だな。おめでとうございます。素晴らしい料理でしたわ。優勝商品の銅のトロフィー。これからも美味しい料理作ってくださいね。優勝商品なのに銅のトロフィーなんだな。まあ、組み立て図だからしょうがないんだろうけどな。ブロンズブランドに上がりま、あ？あれ？ちょっと待って。あれ？去年って焼き芋で参加しなかったっけ？焼き炒め料理の出荷価格が少し上がります。美味しい料理をどんどん出荷してくださいね。ん？あれ？優勝しなかったんだっけ？去年って。終わりたいと思います。ダメだ、記憶がこんがらがってるんだけど。あれ？去年焼き芋で優勝しなかったっけ？なんか俺の記憶と違うんだけど。なんか別の世界線に紛れ込んでしまったような感覚だけど。ってことは初優勝コメントかなこれ。今日優勝したんだってな。あ、でもこれは聞いた気がすんな。あれ？じゃあ違う部門で優勝したんだったっけ？全く覚えてないんですけど。焼き芋で2回優勝したけど、2回目も残念ながらブロンズブランドになってしまったとか？まあ、同じ焼き芋で優勝したんだったらそういう処理が働く可能性もなくはないのか。ぬん。でも残念ながらシルバーにありられませんでしたね。うん、なんか優勝コメント聞いたことありそうなんで、まだ聞いたことなさそうな人だけ聞いておこう。サブランさんは料理に関する好き嫌いがないのでしょうか？好き嫌いがあるとどうしても公正な審査にかけることを考えるときっとないのでしょうね。私も料理に関する好き嫌いは少ない方ですが、全くないとは言えないので見習っておいたところです。まあ実際好き嫌いはあっても公正に判断してくれるタイプな人っぽいけどな、あの人は。ナディ君は去年の冬から来てたはずだから、この祭りは初参加じゃない？それは見てたからわかるか。まあよかったな。タンパ君。見ていたら腹が減ってきたな。早く帰って食事にするか。ナディ君も、お腹すくんだな。まあ当たり前なんだろうけど。あ、そういえばこれ確認しなかったけど、ハートが、ハートというか、鼻の色が赤色になると、あれなんですね。このハートが出てくるんですね。やっぱりこれがマックスっぽいですね。リコリスさん、優勝おめでとう、芋。芋は多彩だな。いえいえ。今日芋があの部門に出ていたのはやはり自信がある部門だったからなのか？ですよ。みんながみんな自分に一番自信のある部門に出ているのだとしたら、どの部門でも優勝するのは大変だろうな。確かに。総合力とかだったらな。いやでも総合力でもそれはそれでな、みんな一番自信のあるものを出してきて持ち寄るからさらに激戦になるんじゃないの。まあある意味温情のある制度なのかもしれないぜ。カミルくん、他の部門は大丈夫なんだけどデザート部門の後だけは会場にいるのが辛いんだ。会場中に甘い匂いが広まるからどうしても匂いだけで胸焼きしそうな気分になっちゃって。カミルくん甘いの苦手なのか。あー、じゃああれか、このめちゃくちゃモテるのにあれ、バレンタインでチョコレートをもらうのは苦手みたいな。そういうタイプっぽいな。なんだか僕も元気をもらえた気がするよ。カミル君に甘いものは、入りない方がいいかもね。という感じでしたね。あ、でもちょっと待って、よく考えたら、思い出したぞ。デザート部門で優勝したんじゃなかったっけ？そうだよな、卵と牛乳が高い品質あったから、プリンで参加したような記憶が蘇ってきたわ。あ、じゃあ焼き芋で優勝したの初か。そういうことだったのか。
まあさつまい、そうだな、去年は確かさつまいもの品質がそこまで上がりきってないから焼き芋で参加できねえって言ってたんだったっけか。おい、蘇ってきたぞ記憶が。カメル君がデザートの話題を出してくれたおかげで思い出したわ。ありがとう。じゃあ来年でもう一回焼き料理で優勝できることを目指して今回ここまでにしておきましょう。ありがとうカミル君。優勝したのでせっかくなんで焼き芋も出荷しておこうかな。お、謎の種仕入れてきた。買います。できればもっとまとめて売ってくんねえかなって思うんだけどね。さすがにそれはダメなんだろうか。では焼き芋を出荷しましょう。ちょっとだけ上がって基本価格277になってますね。まあ、さつまいもが1個高くても、これだもんな、170。3段階の上昇幅があって173だから。これが100ゴールド近く上がるっていうのはかなりでかいですよね。たくさん作れますからね、焼き芋は。さあ、やっていきましょう。秋の月26日からやっていきましょう。さあ、しかし、特に何も来なかった。これは新しい貿易先が増えないということで、よろしいっぽいな。まだまだあれかな？種類が全然足らないってことなのかな？じゃあ今日はサラダの次行きましょうか。スープ。作れる限りのスープを持って、行きましょう。チョロプラス。料理だけでも結構あるな、こうやって見ると。ああ、カバンに焼きがなくなっちゃった。まあいいや。とりあえず後で出荷しに行きましょう。さあ、黄金、さつまいもは出来上がっているのか。枯れてはいないが。ああ、これまだ成長段階が変わってないから、枯れるもクソもないやつやな。早く俺を安心させてくれ。出来上がってくれ、本当に。ちょっと一箇所多めに巻いとこう。頼むよ、肥料巻いたところだけは。せめてそこだけ生き残ってくれれば。もうあとは何も言うことはないんだが。ん？リンゴの花が咲いてる。あ、リンゴって、あれ？秋だったっけ？これ、一回だけ収穫できる可能性もあるかな。出来上がったリンゴの品質によっては、植え直すかどうかを決めることになるな。おはようございます。普通に鳥さえずる。秋の月27日やっていきましょう。マリナさん誕生日以外は特に何もない日なので、本日は少しイベントを自分で作ります。ビニールハウスですね。材料が足りているので、いつか作ろうと思っていましたんで、第2期目、作成いたします。ビニールハウス第2号。さあ、しかしこれは一回見たことあるからカットしよっかな。ビニールハウスを建てるんだって手伝いに来てたぞ。ありがとう。また後ろで応援しておいてください。では、X で飛ばします。飛ばしたら飛ばした分だけランダムで材料の消費が減るとかないかな。まあ、ないんでしょうね。とりあえず、やっぱり場所的にはこちらがいいんですが。でも、並べられる場所じゃねえんだよな。まさかの縦2機。この形にする？まあ、ありっちゃありかな。どうせこの隣に畑とか置く予定はないしな。まあ結局、これまで使っていたこっちのビニールハウス来るついでにこの辺をタムロするんだったら、まあこの辺にあるのがちょうどいいのかな。なんか、邪魔にならないようにとかって言って端っこの方に寄せるのもなんか違う気がするしね。よし、じゃあこの位置にしておきましょう。また久しぶりに太陽を取り出して、あれですね、こちらも活用していきましょう。ビニールハウスが2基体制になりましたが、まず確認するのはこちら。どうかな？まだ出来上がってない。先に、サボテンの方が出来上がりました。やっぱあれか、成長段階が変わるまでは特に枯れたりはしないっぽいね。ただその代わり成長段階が来た瞬間、もう容赦なく枯れるぞっていう。そういうことみたいですね。成長段階が上がったからって言ってそう簡単にボンボン枯れないでくれよって言いたいんですけどね。で、もう一つのビニールハウスを見ましょう。デフォルトが春でいいんだったかな？おう、春ですね。春の太陽が設置されている。なので、久しぶりにクワ使いますが、ここを耕して、春の畑にしていきましょう。今のうちに育てて品質の高いジャガイモの種とかね、量産しておいて、
で春になったら速攻でジャガイモ畑だっていう感じでやりたい。そしたら最悪メインの牧場の方にもジャガイモ畑作るかもしれません。さーて、春のビニールハウスに植えるやつを、吟味しましょう。株 2.0。まあ、とりあえず1個ずつでいいかな。黄金株か。黄金株はまだかな。ちょっと黄金は連続でいろいろやるの大変すぎるから。まあ、これはまだいいかな。ちょっと日和気味ですが。だから、ジャガイモ、お前はやっておこう。キャベツもやろうか。とりあえず品質上げをしたいやつに関してはもう全部やっていこう。黄金キュウリも拾うよ。イチゴ、黄金イチゴもまだかな。玉ねぎも黄金買えるぐらいまで来てんだな。春はかなり頑張ってんな。かぼちゃは夏、ん？あ、玉ねぎは夏だったわ。危ない危ない。勢いに任せ舞う、巻くところだったよ。玉ねぎは夏なんで、まだ今度。ほうれん草も、また今度でいいかな、とりあえずは。とりあえず肥料節約して出来上がったやつを、ひたすら種に戻すだけでも、この辺は大きく成長してくれそうな気がするから、とりあえずその作戦でいこう。春のビニールハウス、いろいろ育成計画やっていきましょう。株からスタートする、じゃがいも、キャベツ、キュウリ、イチゴ。お、ちょうど5種類で綺麗だな。上の方何も植えてませんが。まあ最初はこんなもんでいいんじゃないかな。秋の終わり頃から春の作物が育てられるっていうだけでビニールハウスはなんか特別な雰囲気があっていいですね。はい、それでは今回はここまでにしておきましょう。さあ、いよいよ秋も終わり。大詰めですね。次回は作物祭までやって、まあ早ければ冬突入まで行くかもしれませんね。作物祭。さつまいもかな。さつまいもで優勝を狙っていけたらいいですね。はい、それでは今回はここまでにします。ありがとうございました。